ロンウッドとロッド・スチュワート、1975年のステージ・フェイセズは、1970年代のイギリスのロックバンド。彼らのヒット曲としては、Stay with me, デブリ、愛しのシンディ、ウーララ、ボースタル・ボーイズ、フライング、三つのボタン、アラウンド・ザ・プリンス、リアル・グッド・タイム等が挙げられる。2012年、全身バンドのスモール・フェイセスと共に、ロックの殿堂入りを果たした。 スティーブ・マリオットがハンブルパイを結成するためスモール・フェイセスから脱退し残されたロニー・レーン、イアン・マクレガン、ケニー・ジョーンズの3人にジェフ・ベックグループからロッド・スチュワート、ロン・ウッドが加わりフェイセスが結成されたロッド・スチュワートのソロとしての活動がグループよりも成功するようになるとロッド・スチュワートフェイセスとしてバンドはロッドのバックバンド的存在となっていく そのことに幻滅を感じた。ロニー・レームは1973年にバンドを脱退し、彼の後任にはフリーのベーシスト山内哲が加入した。フェイセズの最終スタジオアルバムはウーララであったが、ロッドは音楽史に同作を非難したコメントを発表し、他のメンバーはそれに憤慨した。ライブアルバムロッド・スチュワートフェイラインは、 その録音の悪さから評論家たちに告評された。1975年にはロンがストーンズと活動を、始め、スチュワートと他のメンバーの相違が明確になった。結果としてバンドは解散した。フェイセズ解散後メンバーは様々な経歴を積む。ウッドはローリングストーンズにサポートメンバーとして参加した。レーンはスリムチャンスを結成した後ソロとして活動し、 その後多発性効果症にかかり1997年に肺炎により死去する。ジョーンズはキースムーン死去後のザフーに加入する。マクレガンも同様にフーへの加入がピート・タウンゼントによって考えられていたが、当時ローリング・ストーンズのツアーに参加していた。彼はキースムーンの前妻と結婚し、アメリカに移りバンプバンドを結成した。そして、 セッションミュージシャンとして成功する。スチュワートはソロシンガーとして大きく成功することとなった。ザ・フーやローリング・ストーンズのような同時代のバンドと比較すると、フェイセズの成功は若干地ミミであるが、彼らはパンクロックの誕生に重大な役割を果たしたと言える。彼らの精力的で、そしてしばしばアルコールの多く入ったライブパフォーマンスよびスタジオアルバムはザ・ダムドや、 ニューヨークドールズ、そしてセックスピストルズといったバンドの結成に大きな影響を与えた。パンクムーブメントの終了に続いて、フェイセズの影響は、レプレースメンツからブラッククローズ、最近では、パールジャム、シャーラタンズ、ホワイトアウト、ステレオホニックスといったロックリバイバリストたちに影響を与えている。2008年6月11日、ロッド・スチュワートは、 フェイセズの9メンバーが再結成について話し合ったことを発表した。その内容はレコーディングを行い、少なくとも1、2回のコンサートを行うというものであった。11月11日にロッド・スチュワート、ロン・ウッド、イアン・マクレガン、ケニー・ジョーンズがまさしく彼らが歌を思い出すことができるかどうかチェックするためのリハーサルを行った。 バンドの公式再結成ウェブサイトは同月上旬に始められた。しかしながら、2009年1月23日に、ロッド・スチュワートのスポークスマンが2009年のフェイセズ再結成ツアーに関する計画を否定した。2009年9月24日、ロッド・スチュワートを除いたフェイセズのメンバーは、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで演奏研究会の 事前基金のためのチャリティコンサートを行うことを発表した。ロンウッドは、これは俺たちにとって特別になるだろう。そのような素晴らしくて評判の高いイベントで再結成のステージが行えるなんて。ロニー・レーンと一緒にできないのは悲しいことだが、彼の精神は共に側にいて、神の加護があるだろう。と語った。レーンの未亡人、ケイティは、 チャリティの一部を受け取ることになっている。再結成ステージは10月25日に行われた。ロンウッド、ケニー・ジョーンズ、イアン・マクレガンが、シンプリー・レッドのミック・ハックネルをはじめとする、ロットの代わりの様々なボーカリストたちと演奏を行った。レーンの代わりのベーシストは、ビル・ワイマンが務めた。2010年5月25日、フェイセズは公式に、ミック・ハックネルをボーカリスト、 元セックスピストルズのグレンマトロックをベーシストとして再結成すると発表を行った。バンドは2010年のフェスティバルで演奏を行い、2011年にはフジロックフェスティバルに出演した。2010年6月23日、日本のみでオリジナルアルバム4タイトルとベストアルバム1タイトルが LP レコードを再現した紙ジャケット仕様。 日本独自の最新リマスター CD で再発売された。2020年2月18日英国で開催されたグリッドアワーズ2020でロッド・スチュワートがロニー・ウッド、ケニー・ジョーンズと共演し、ステイ・ウィズ・ミーをプレイした。ありがとうございます。